できたら。でも襲うし殺さない。そう、殺さないしゃあない。そうね、餌付けする人間がおれるらしいな。らしいかまま。そうやねんな。そういう、教えてるよ、そういうふうに。刺してんの人間やから。端っこやねん、水がいるぞ。ナイフ。てか、俺らで売ってもあかんねん。でも、俺らで売っても効かへんらしい。分厚いし、脂肪が。たまるねん。致命傷なんか与えられへんね。ほんまにここに行くか。体の中に打ったらもう逆に危ないらしいよ。まあ、下手な打ち返したらもうそらマシンガンみたいにバカバカ打ったらそれは分からないんで、バカバカバーッと M16 みたいな、あの軍事用のとか兵隊用のとか戦争で使われたやつ、マシンガンでバカバカ打ったらそらあれやけど、まあ、ライフであんなに一発にバツッバツッってこんなんでらしいよ。バーンで行って、その間に行こう、ガーッと走ってきよったら、もうそんな、次の打つとき、あれらしいな。お一発で行くぐらいの行方、あれでいいからな、またぎも危ないらしい。でも、そんなんか、言うとんかな。弾くてね、弾を。ズバリとズボスゴスゴスらしい。それ、穴、頭もどうなるのな、もう。頭だけで。命がけやわ。最近多いんやね、ほんまに街の上で襲われてるのも結構多いんやね、最近。あのおっちゃん、なんか襲われてはって多いんや。テレビ押されとったよ、テレビ殺到してるな。結局あれな、あの、してね、事件あって、マタギから、漁師から、猟友会から鉄砲奪った。ポッシュ。そうか。あの、熊を撃つときにな。テレビ言うことは、じゃあ、テレビかな、これ言うことは、ネットニュースで。事件起こったんで、バーンともう、熊を撃って、仕留めてんけど、その時はそれで終わってんけど、でもう一人のやつが二人で追ってるんで、一人もバーンと命中して、でとどめ刺したらもう一人のやつとどめ刺してと思ったら、そんなんやで、その二人追ってとどめ刺してまあやってんけども、後でこの一発目撃った人が、それ会長やったもんね、まさか。偉いさんや。あの、キュメスクロで募集、ライフル募集された。っていうのは、もう一人いた方が、その弾貫通して、自分のライフルに当たったり。なんか、そんなん。その街中でそんなん行って、危険やん。それなんか募集。されたらしい。でそれで北海道の漁師が鉄砲をみんな没収やったな。その人が没収でみんな撃てへんやん。で熊が出てきてもみんな撃てへんし、追い払うだけでウォーウォーウォー言うて、ほんとそんな熊増えたらその何やらなんかあったんか、ものすごく出てくる熊が、あと頭数も増えるからで最近多いらしい。結局はこの間ネットニュースに出てたけど、この間まだライフル持てるようになったらしい。3年ほど持てへんかったと思う。なんか結局そのもう一人のやつで嘘ついとったらしい。貫通して自分のライフル当たって、なんかそんなん、そういうふうに言うとったらしい。
それが元警察の OB やったらしい。でなその人が仲悪かったからなんかでなんかそういうの言いよったらしい。で結局それで没収。なんか悪ちょっと悪かった。別になんかバイク没収とかさしたろうと思ったちゃうかいうことをネットで流れるよ。結局それ没収になったし何だろう。あの C から要請かかってきたよな。駆除の意見。おう、ちょっと追い払わなきゃねんって。クマ会えんで。そうらしくで、結局制度最後助けてもらうのは猟友会のものなんですね。で警察はそんなにバンバンできるんですよ。クマ会えんで。クマエンデラあんな結局探偵やんってあんな木がもう深いそうそうそうこんなんやったら外近づかなこう当たらへんのそれこそナイフで多分取るちょっと結構離れてるわバーン出てるけどそれで距離範囲も長いしなそんなんやんなクマ俺はんないわけ何十年も見せた。